はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、カール F ブヘラさんからですね、時計を3本見させていただけるということで、時計をね、お借りしてきたので、こちらの通りに、見ていこうと思います。まずですね、そもそもカール F ブヘラというのはですね、どういったブランドなのかということについておさらいしていきたいと思います。カール・F・ブヘラはですね、1888年、カール・フリードリッヒ・ブヘラ氏とですね、その妻によってスイスのですね、ルツェルンという場所に創業されたんですね。ちなみにですね、このルツェルンという場所はですね、スイスの時計ブランドとしては珍しく、スイスのですね、この真ん中ら辺に位置しているんですよね。ちなみにここはですね、フランス語圏ではなくてドイツ語圏というふうになっています。ルツェルンはですね、美しい山々と湖に囲まれた歴史的建築物の多い地区だそうで、富豪の方とか、都会をね、離れたいと望む芸術家とか王族の人気の場所だったみたいですね。そんなところにですね、1888年、ブヘラというブランドは誕生しました。ブヘラ氏のですね、家族で経営されていたみたいなんですけども、彼らのですね、製造する懐中時計とか腕時計というのはですね、まさにですね、こういった客層の方々の心をしっかりと掴んで、ブランドはですね、急速に拡大していったんですね。1940年代になると、ブヘラはですね、ますます複雑で豪華な時計を作るようになっていきます。特にですね、当時上流階級で流行していたカーレースをですね、背景に作られたバイコンパックスという時計はですね、絶大な人気を誇るクロノグラフだったそうで、今日まで続く看板モデルという風になっています。1950年代になると、こう人々の旅行というのはですね、こう航空機というものがどんどんと主流になっていきました。そういった時代背景においてはですね、対時性と対衝撃性を備えたワールドタイマー、ゴールド製の時計を作ったりとかですね、1960年代にはスイスのクロノメーターメーカーのトップ3に入るぐらい、それぐらいですね、国際的なブランドとして確固たる地位を築いていったという風になっています。21世紀に入ってからもですね、その技術力の高さっていうのはね、世界を驚かせるんですよね。2008年にはですね、画期的な機構を持つ自動巻きムーブメントを発表します。これはですね、ムーブメントの外周に設置された細長いリング型のローターが回転することによってゼンマイを巻き上げる機構で、これはですね、ペリフェラルテクノロジーと呼ばれるものなんですね。これはですね、実現が非常に難しくって、他のブランドも何度もですね、実用化しようとしては断念するということが続いていた中で、世界で初めてね、カール F ブヘラが量産化に成功するというふうになってます。まるでですね、手巻き式のようにムーブメントを全部見ることができて、しかもね、こう時計を薄く作ることができるというメリットがあります。さらにですね、昨年発表されたこちらのマネロミニッツリピーターシンフォニーという時計はですね、このペリフェラル機構を3つも搭載してるんですね。さらにですね、フローティングトゥールビオンも加えて、さらにミニッツリピーターも搭載したというですね、もう究極のドリームウォッチなんですよね。まさにですね、スイスの伝統技術とブヘラの革新的な技術が融合した時計だというふうに思います。実際にですね、私もこの音をね、聞かせていただいたんですけども、まるで世界一のオーケストラを聴いているかのような、そんなね、贅沢な心地にしてくれるような美しい音色だったんですね。そんなですね、長い歴史と高い技術力を持つカール・F・ブヘラの時計をですね、3本早速見ていきたいと思います。はい、それではですね、早速1本目から見ていこうと思います。1本目はですね、マネロフライバックというモデルです。こちらですね、文字盤はブルーグレーのモデルというふうになっています。そして、革ベルトの方はですね、グレーというふうになってるんですね。ちなみにですね、こちらのモデルはこのマネロフライバックシリーズの中でも一番人気のカラーリングだそうです。本当にね、いろいろなカラーリングがあって、どれも素敵なんですけども、非常にこうシックな綺麗な色合いをしているなというふうに思います。まさにね、ブルーとグレーの中間のような、そういったカラーリングになってますね。これはね、本当に綺麗ですね。そして文字盤を見てみるとですね、文字盤の中の一番外周のところにですね、タキメーターというふうになっています。500キロメーターパーアワー、400キロと
というふうになっていて、クロノグラフがついていますね。動かしてみます。はい、このようにですね、プッシュボタンを押すとクロノグラフが作動して、もう一度押すとストップ、そして、右下のプッシュボタンを押すということで、0時の位置に戻るというふうになっています。インダイヤルの左側、ここがですね、秒針になっていて、この右側のインダイヤルがですね、30分の積算系というふうになってますね。ちょっと今長針で見えないですけども、5、10、15、20、25、30ということで、30分で一周すると、まあ、そういった積算系になっています。針はですね、ご覧の通り時針、分針、それからインダイヤルの2つの針ともにですね、こう中がくり抜かれていて、スケルトン針になってますね。でよく見ると地震も分身もね、こう山形にこうやって織り込まれていて、これもね非常に質感が高い、こうスポーティーでシャープな印象の針になってますね。こうピュッと伸びてかっこいいですね。それからインデックスはアプライドのですね、インデックス、くさび型というふうになっています。このようにねキラキラと光を反射して、これも非常に綺麗ですね。文字盤をですねよく見てみると、まあブルーグレー、同じトーンのカラーなんですけども、若干ねこう仕上げが異なるというふうになっています。このね外側のところはですね、サンバースト仕上げですかね。このように光が当たるとキラキラと表情を変えてくれます。で一方のこの中ですね、センターダイヤルの方はマットな質感という風になってますね。このトゥートン仕上げも非常におしゃれだという風に感じます。続いてこう外装を見ていこうと思うんですけども、サイズはですねこちらの通りになっています。直径が 43mm、 厚さが 14.5mm という風になってますね。ただしですね、ちょっとこう私の肌感覚的にですね、ラグがちょっと長いかなと思います。ちょっと測ってみますね。はい、ラグの長さを測ってみました。だいたいですね 53.5mm ということで、この 43mm という直径ケース径に対して、このラグはね、長く取られているのがこの外装の特徴かなというふうに思います。外装の仕上げはですね、全体的にこうポリッシュに仕上げられていて、これもね、非常にこうキラキラとして綺麗ですし、こうね、なんて言うんでしょう、こう艶やかな滑らかな曲線を意識して作られているんだろうなというふうに思います。ラグもねこうシュッと細く伸びて、結構ねこうクラシカルな印象もあるかなというふうに感じます。そしてクロノグラフのプッシュボタンはですね、まあ、ねじ込み式ではなくてこのまま押せるようになってますね。これね非常に押し心地気持ちいいですね。プチプチという感じで、なんて言うんでしょうね、こうねボツボツみたいな硬い感じじゃなくて、プチプチッと非常にこう押し心地が気持ちいいですね。そして裏面を見てみるとですね、シースルーになっていて、自動巻きのムーブメントを見ることができるというふうになっています。いかがでしょうか。綺麗だなというふうに思いますね。それからですね、このグレーカラーの革ベルトもこうね爽やかでおしゃれで、こう大人の男性というような感じがしますね。それではですね、ちょっと着用してみたいと思います。はい、腕につけてみました。いかがでしょうか。いや、かっこいいですね。しかもかっこいいだけじゃなくて、こうなんて言うんでしょうね、ちょっとこうクラシカルな印象で、なおかつとても綺麗なので、本当にねこう綺麗めの私服からカジュアルな私服まで合わせやすいだろうなというふうに思います。まあ、特にねこう白いセーターとかとつけてたら、こう非常に爽やかでいい大人だなと、まあ、そういった印象のクロノグラフかなというふうに思います。こういったですね、きれいめのクロノグラフって意外とないというふうに思うので、これはねかなり貴重な存在のクロノグラフなのかなというふうに思います。いかがでしょうか。まあ、ラグがですね、私の腕 15.5cm なんですけども、腕周りがそれに対するとややラグが長いかなというような印象なんですけども、やっぱり新品でこう革が今非常に硬くてですね、ちょっとね浮いてしまってるような印象かもしれないんですけども、まあ、これは革が馴染んでくれば、よりね、つけ心地が良くなるんではないかなと思いますし、金属ブレスレットもあるので、そっちをね、買ってみてもいいのかなというふうに思いました。いや、とにかくですね、非常にかっこいいですね。めちゃくちゃ綺麗です。はい、続いての時計はですね、ヘリテージバイコンパックスアニュアルというモデルです。こちらはですね、クロノグラフ、そして
アニュアルカレンダーがついているモデルになってるんですね。まずですね、文字盤を見てみると、文字盤の外周にですね、まあ、タキメーターということで、先ほどのマネロフライバックと同じように、まあ、500から400とずらーっと来ているというふうになってますね。そして、今度はですね、これパンダカラーなんですけども、インダイヤルのですね、右側、こちらの方にですね、秒針、そして左側のインダイヤルに30分の積算形というふうになってますね。そして、文字盤の上の方にはですね、非常にこう大きくて見やすい日付表示がありまして、右側の下、4時と5時の間にはですね、月ですね、マンスがあります。といったところで、アニュアルカレンダーというふうになってるんですね。これすごいですよね。クロノグラフでアニュアルカレンダーというふうになっています。こちらのですね、パンダカラーのモデルはですね、2019年に888本限定で誕生したようです。そして、昨年のですね、2021年は逆パンダカラーというふうになっているので、これね、やっぱり限定品ですので、気になるモデルがあった方はですね、なるべく早めに買う方がいいのかなというふうに思います。こちらのモデルはですね、まあ、ヘリテージという名前だけあって、で1940年代そして50年代にカーレースを背景にして誕生した同社のですねクロノグラフを現代版に復刻したというふうなモデルになってるんですね。いやこれもね非常にこうクラシカルでヴィンテージライクな雰囲気が漂っていて、すごくねかっこいい一本だというふうに思いますし、こうディティールもかっこいいなと思います。まあ、針のね、形状なんかもさっきはね、すごくこうスポーティーで、シャープな印象だったと思うんですけども、こちらはね、全体的にこうクラシカルな雰囲気のある時計かなと思います。クロノグラフを押してみるとですね、はい、このようになってますね。押し心地としてはですね、先ほどの方がよりこう滑らか、で、こっちの方はよりこう、ポチというような比較的ちょっと固めの印象ですね。まあこれはね個体差があるかもしれないんですけども、先ほどの方がこう滑らかだなというふうに思いました。でリューズのねこれ回し心地がすごい気持ちいいんですよ。ふわーふわーとめちゃくちゃ気持ちいいですね。このリューズの回し心地これ驚きました。ふわーふわーとね非常にこう滑らかで気持ちいいですね。ケースの直径はですね、41ミリ、そして厚さが 14.15 ミリということで、先ほどのマネロフライバックよりもですね、一回り小さいというふうになってるんですね。で、このね、ラグの長さ、私さっき測ったんですけども、50ミリぴったりでした。まあ、なので、後でちょっとね、つけてみようと思うんですけども、私の腕に関して言うと、先ほどのマネロフライバックよりもこちらの方がつけやすそうだなという印象ですね。この辺のケースの仕上げもですね、こうサテンとポリッシュがこう綺麗に分かれていて、仕上げの質感が非常に高いなという印象です。そして、風防はですね、サファイアクリスタルのボックス型という風になっているので、この辺もね、やっぱりこうクラシカルな印象になってますよね。そして、裏面はですね、シースルーバックになっていて、こちらもですね、自動巻きムーブメントが見ることができるという風になっています。このローターもね、カール F ブフェラのですね、ブランドのロゴをかたどったような形になっていて、この辺もね、こう、なんて言うんでしょう、所有感が高まるところだなというふうに思います。そして、ベルトはですね、これラバーベルトになってるんですね。非常にね、なんて言うんでしょう、このテキスチャー感っていうんですかね、このように裏面はですね、タイヤのような感じになっていて、こう表面はですね、テクスチャーが入っているので、こう、なんて言うんでしょうね、非常にこう滑らかですね。今までのどのラバーベルトよりもかなりねこれしなやかで、腕にね吸い付きやすそうな感覚ですね。すごくこう滑らかです。それではですねちょっと腕につけてみたいと思います。はい、着用してみました。いかがでしょうか。まあ、私のね、15.5センチの腕周りもですね、こうドンピシャのサイズ感かなというふうに思います。直径が41ミリ、そしてラグの長さが50ミリでした。どうでしょうか。いや、これね、つけていて非常に気持ちがいいですね。やっぱりこのラバーベルトがですね、かなりしなやかで、優秀だなというふうに思いました。こうね、かなりグリップ感が効いて、全くブレる様子もないですし、このね、なんて言うんでしょう、穴がですね、
いっぱいあるので、細腕の方にもですねぴったりこう合わせることができる、そういった構造になってるんですね。これはかなり考えられてるなというふうに思いました。いや、これはですねめちゃくちゃかっこいいですね。これはかなり、いや、いいと思いますね。うん、これ厚さもですね 14.15 ミリなんですけども、まあこれはね、なんて言うんでしょう、このクラシカルさと合ってるのかなというような気がしています。まあこの厚さ 14.15 ミリもさほど気にならないですね。うん、どうでしょうか。クロノグラフ作動してみました。いや、これでね何かこう測ってる人いたらめちゃくちゃかっこいいなと思いますね。いや、いいですね。押し心地もいいですね。気持ちいいです。あ、いいですね。いや、これはねやっぱりあのブランドを代表する看板モデルというのもね、あのうなずけるなというふうに思いますね。それぐらいねこれかっこいいなと思います。そして最後3本目はですね、ヘリテージバイコンパックスアニュアルホームタウンエディション東京というモデルになってます。こちらはですね2022年今年ですね発表された日本限定の88本のモデルというふうになってるんですね。でこれはですね世界16都市それぞれにですね文字盤のカラーが割り振られていて、裏面にはですねこのようにシースルーのところにですねそれぞれのホームタウンを象徴するようなこう建築物とか景色とかそういったものが描かれているというふうになってるんですね。こちらのですね東京エディションは、まあ、よく見るとですねこの後ろの方に富士山が描かれていたりとかですね、手前の方には東京タワー、それからスカイツリーとかですねレインボーブリッジとか、まあ、そういったものがですね描かれている、それが88本限定の東京モデルというふうになっています。でこちらのですね東京エディションのカラーリングはですね、まあ、ミントグリーンということで、文字盤のね端っこの方がより濃いグリーン、そしてセンターに向けてだんだんと淡くなっていく、まあ、そういったカラーリングになってますね。まあ新緑のようなですね明るいグリーンカラーだというふうに思います。こうね、お話を伺ったところ、こう癒しとかリフレッシュとかリボーン、まあ、そういったことをですねイメージされたみたいですね。まあ、東京っていうのはですね実は結構公園とか緑がたくさんあって、都会の中の自然からですねインスパイアされて選ばれた色だということです。まあ、このね春のシーズンにぴったりのカラーリングですよね。なんとなく私のイメージでは5月を連想させるようなグリーン、まさにですね新緑のグリーンと、まあ、そういった印象を受ける非常にねこう綺麗で鮮やかなカラーリングのグリーンという風になってますね。機能としてはですね、先ほどのバイコンパックスと同じようにですねクロノグラフとビッグデイト、右下にはですねマンスの月がですね表示されるという風になってますね。ただしこちらのですね東京エディションはですねこのブレスレットがついてくるんですね。なんとですね他の都市、全部で16都市あるんですけども、他の都市はですねレザーベルトだけみたいですね。まあ、なんですけどもこちらの東京エディションのみですねこの金属ブレスがついてくるというところで、これはね非常に嬉しいですよね。やっぱり日本の夏は高温多湿で結構こうねレザーベルトが厳しかったりしますよね。まあ、そういったこともあってで金属ベルトをつけてもらったということだそうです。これ非常に嬉しいですよね。ちなみにですねなんとこれレザーベルトも金属ベルトも両方ついてくるんですね。まあなのでちょっと今合わせてみましたけど1本で2つの雰囲気、金属ベルトとレザーベルトを楽しむことができる、まあ、こういったシステムになってるんですね。これは世界でも東京だけというふうになってます。しかもですねよく見るとこれはですね自分で工具なしでこのようにね爪を引っ掛けて外すことができる、まあ、そういったチェンジアブルストラップシステムになってるんですね。これもまた嬉しいポイントですよね。スペックやサイズ感は先ほどのバイコンパックスと同じようになってるんですが、針のですね夜光塗料がブラックになってるんですよね。これ非常に面白いなというふうに思いました。それではですねちょっとつけてみたいと思います。はい、着用してみました。いかがでしょうか。先ほどのバイコンパックスとですねまあサイズとかは全て同じなので、やっぱりこうね腕の乗りはいいなというふうに感じました。それからこのね金属ブレスレット、
めちゃくちゃしなやかでつけてて気持ちいいですね。本当にこうなんて言うんでしょう、腕の形に馴染んでくれる、そういったですねしなやかさを持った金属ブレスになってますね。これはかなり気に入る方多いんではないかなというふうに思います。いかがでしょうか。いやー本当にね綺麗な文字盤ですね、まあ、まさにねミントグリーン、この春の季節なんかぴったりなんではないかなと思います。ちなみにですねこのミントグリーン以外の他の都市のカラーリングのものが欲しい、という方がいらっしゃるかもしれないんですけども、それはですねなんかかなり入手が困難らしいですね、なので海外の方がこの日本モデルを買うのも、厳しいんではないかなというふうに思います。いや非常に綺麗で、他にはねなかなかこういったカラーリングないかなというふうに思うので、まあ、限定88本なので、気になった方はですね、なるべく早く手にした方がいいかなというふうに思いました。はい、いかがだったでしょうか。ということで今回はですねカール・F・ブヘラの時計を3本、レビューさせていただきました。いかがだったですかね。まあ、全体的にですね私の感想としては、まあ、これだけのパッケージングでこれぐらいの価格に収まっているっていうのは、まあ、かなりですねお買い得感があるなというふうに思いました。まあ、特にですねドレッシーな時計が好きだけどカジュアル感もちょっと欲しい、まあ、そういったですねドレカジ時計が欲しい、まあ、そういった方とかですねヴィンテージライクな時計が欲しい、まあ、そんな方にはですね非常にこう刺さる時計ブランドなのかなというふうに感じています。まあ、正直ですね今は世界的にスポーティーな時計とかスポーツウォッチとか、まあ、そっちの方がですね今人気のトレンドですので、まあ、そういったですねスポーツウォッチを大量生産している、まあ、ビッグブランドと比べるとですね、まあ、日本での知名度っていうのはですねそこまで高くないのかもしれないんですけども、まあ、確固たるね歴史と技術力そしてアイデンティティがねしっかりあるブランドだというふうに思うので、これからですねもっともっと認知されていくだろうなというふうに思います。ちなみにですね表参道の石田時計店さんでですねこのカール・F・ブヘラのですねポップアップストアが開催されるというふうになっています。気になる方はぜひ足を運んでみてください。私もですねそのどこかでそちらに参加させていただく予定で、その際にはですね、まあ、YouTube のコミュニティとか Instagram の方で告知させていただこうというふうに思います。もし今日の内容が面白かった役に立ったという方はぜひ高評価とチャンネル登録していただけたら嬉しいですのでよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。